バグワンシュリラジニー氏、バグワンシュリラジニー氏、ボグワンシュレラジネー氏、おしょう、オショうおし、しょう1931年12月11日から1990年1月19日は、インドの宗教家、神秘思想家、20世紀の各社、21歳の時、ジャバルプールのバンバータル庭園にある、モールシュリの木の下で光明、悟りを得る。 参考文献道への扉メめるくまル。る、真理の探求こそ第一の優先事項であり、人は自らの生の源泉を探求することに関心を寄せねばならないと説く。瞑想が始まりでさまり、悟りが執着と説く。参考文献からっぽの鏡、馬祖宗神社。哲学、仏教、禅、神秘主義思想など、あらゆる精神性の題材を取り上げ、 その精髄を現代人のために簡単に解き明かす。その講アロは650冊以上にも上り、世界50カ国以上で翻訳、出版されている。チャンドラモハンジャインとして、インドの口わだに生まれる。1960年代に、インド各地で講演するようになると、アチャリア・ラジニー氏として知られるようになる。ラジニー氏は、ガツの王を意味し、生来の名前である。 チャンドラ月曜日に由来する。1970年代からはバグワンシュリ・ラジニー氏として知られる。1988年、ラジニー氏の名前を廃し、その後は単にオショとして知られることを望む。日本語では漢字による表記を望んだが、香港では一般名詞のオショとの混同を避けるためにラジニー氏と表記する。一般には、 宗教家または精神的指導者とみなされるが、従来的な通念をもって語ることは難しく、自らは特定のカテゴリーに分類されることを望まなかった。数々の講話の中で、禅を含め古今東西の宗教性の源流や注目すべき人物について語りながらも、印象的もしくは組織的な宗教についてはその弊害を強調し、それらを純粋な宗教性の追求特別した。 初期においては、ヒンディ語、後には英語によって行われた、講話の数々は、録音と録画によって記録されるとともに、多様な言語に翻訳され、膨大な数の本として出版された。北業、般若心漁、混合般若教をはじめとする仏典、壁元録などを出典とする禅の逸は、ティローパやアティーシャなど、チベット仏教の比較的に知られざる、源流を創始した人物の言葉。 インドに伝わる112の瞑想的技法の精髄を、詩文として伝える、ビギャン・バイラー・ブタントラ、ウパニシャット、パタンジャリのヨーガ・スートラ、ロシアソーシの言葉、スーフィーの物語や逸話、聖トーマスによるものを含む、福音書、ピタゴラスの禁言集、ニーチェのザラストラは各語り木などを取り上げた、講話のシリーズのほか、弟子たちや報道陣からの質問に答えた、講話のシリーズ、 初期における弟子たちとの間での親密な対話を収めたシリーズなどがある。講話は多大なユーモアを伴い、たくさんのジョークが含まれている。これらの講話によって、多様なトピックを扱うが、その多面性ゆえに、その内容を簡単にまとめたり、固定した競技を引き出したりするのが難しい。便宜的な要約として、ラジニー氏は、頭、または、 心の機械的な動きや条件付けに縛られた、マインド、マインドからの解放と意識の、目覚め、ウェイコニングを解き、瞑想、メディテーションの道を示したというように言うこともできるが、これらの言葉が意味するところを理解するには体験もまた、必要である。ラジニー氏は同一のトピックを異なる観点や文脈を、持って扱い、表面的に矛盾した見解を提示することも多く、聞き手の注意が求められる。 ラジニー氏は古来から伝わる瞑想的な技法について紹介を呼び解説すると、共に現代人に向けて新しい瞑想の技法を編み出し、西洋的なセラピーのテクニックも導入した。ラジニー氏の周辺には彼を慕う人たちのコミューン的な状況が生まれ、その状況の中で各種の瞑想的な技法、心身統合的セラピー、音楽をはじめとする多彩な芸術活動が営まれた。 ラジニー氏の講話の多様性を反映して、ラジニー氏の周辺で起きた精神的な追求の背景も多様であり、東洋に伝わる古来の技法に基づくもの、禅、タオイズム、タントラ、スーフィーなどの流れを組むもの、西洋的なセラピーやヒーリングのアプローチに瞑想的な性格を加えたものなどが含まれる。このコミューン的なムーブメントとその中で展開された、 多彩な活動の特徴として、それはラジニー氏から内的に触発された多様な人々の創造性の爆発として生じた。コミューンの運営や出版に関わる領域では一定の組織体制を整えることが必要とされたが、これは精神的な権威とはみなされず、組織、または団体としての一つにまとまった体制を備えることは、なった。ラジニーの周辺で生じた多彩な活動は、 こうした集合的なダイナミズムの中で発展あるいは衰退した。その中心となったのは、ラジニー氏が自ら拠点とした場所としてのインドプネー、1972から1981及び1986から1990、及びアメリカのオレゴン州に建設されたラジニー氏プーラム、1981から1985。だが、ラジニー氏を慕う人たちの活動は、 世界的な広がりを見せた。ラジニー氏は、飲酒的な宗教や、社会的な条件づけに対する批判と既存の価値観を覆す発言により、多くの人たちを引きつけると同時に、多くの反発を招いた。ラジニー氏の周辺で生じたコミューン的な思考の強い、ムーブメントも同様である。ラジニー氏は、ラマナ・マハル氏、ラマナ・マハリ氏、ラーマクリシュナ・ジットゥ。 クリシュナムルティ、ゲオルギー・グルジエフとの比較において、自らの姿勢について、次のように語った。1931年12月11日、インド北部マディアプラデー主州,州の小さな田舎町口和田、クス和田に生まれた。生後に作られたインド式先生術のチャートによると7歳で、死ぬ、可能性が強いということ、これを避けるため、両親はこの子を、 母方の祖父母のところに7歳になるまで預けた。この祖母はこの子の可能性を認め、しつけられ教育されるべき子供としてではなく、独立した尊敬されるべき個人として、この子の成長を見守った。後にラジニー氏はこの祖母に対する感謝の気持ちを数多く語っている。生来の反逆的な精神の持ち主として、4歳の頃から祖父を含めた大人と議論をし、 自らの主張を通した、納得できないことを受け入れることはなかったと言われる。どうして小さな子供の時から、そんなに勇気があったのですかという質問に対して、後にラジニー氏は、イノセンス、無垢であれば勇気はいらないと答えている。ラジニー氏は、反逆的な少年時代と、学生時代を送った後、大学で哲学を学ぶ。決定的な意識の目覚めもしくは悟り。 インライトンマントに至ったのは1953年3月21日とされる。ラジニー氏はジャバルプール大学の哲学教授となり、1960年代にはインド各地で講演をし、宗教性に対する斬新な洞察とともに、インドの飲酒的伝統や組織宗教に対する批判が賛否両論を巻き押した。社会的な条件付けや、 心理的な抑圧の弊害に関する指摘や性に対するオープンな姿勢は既存の価値観に対する脅威とも受け取られ、セックスグルというような異名を持ってマスコミ、取り上げられるようにもなった。1970年代より、ラジニー氏は弟子もしくは親密な関わり合いの中で探求することを求める者たちを受け入れるようになり、一定の意思を表明し、こうして集まってきた者たちは、 サニヤ神と呼ばれるようになった。インドで伝統的には世間を捨てた求道者を指して使われる言葉であるが、ラジニー氏はこれを生からの離脱ではなく、生への全面的な関与に向けての姿勢として定義し直し、伝統的なサニヤ神と区別するときには、ネオサニヤ神という言葉を用いた。ラジニー氏は古来から伝わる瞑想の技法の紹介にあたるとともに、 もっぱら性的なものである伝統的な技法のほとんどは、現代人がいきなりするには適さないものであるとし、呼吸への働きかけや体の自由な動きや発声などを伴い、心理的な解放を思向した動的な技法、アクティブメディテーションを編み出し、インド各地の瞑想キャンプにてそれらを紹介し、ムンバイでの一時期を経て、1972年にパグワンシュリラジニー種と解明、その直後に、 船ネにアシュラムを設立し、拠点に定める。国外からの25万人ものメンバー、うち3000人ほどが定住を集め、ラジニー氏の周辺には、コミューン的な状況が生まれた。ラジニー氏は、ヒンディ語に加えて、英語でも講話をするようになり、古今東西の宗教的、または、精神的な死や神秘化、あるいは注目すべき創始的な人物について語った。当時広がりを見せていた。 ヒューマンポテンシャルムーブメントを背景に西洋からの訪問者の中には東洋の瞑想的な技法を追求するセラピストが多く、コミューンは心身統合的な各種のセラピーと瞑想的技法、各種の芸術活動をコミューンの日常的な運営に関わる仕事とともに追求する多彩な活動の場となった。そのありさまは伝統的なアシュラム、道場、 あるいは首都で首都の関係をめぐるインドの伝統的な通年の枠内には収まらず、世界的にも他に類例のないものであったため、ラジニー氏の周りに生まれたこのコミューン的な動きは多くの関心を集め、多くの人々を引きつけると同時にセンセーショナルな報道や反発を招いた。この頃からラジニー氏は日本でも知られるようになり、1976年に最初の翻訳講和録である。 存在の歌がメルクマールより出版される。なお、吉福新一はラジニー氏の思想の広がりについては当初は日本の方がアメリカなどより先行していたと指摘しており、それがニューエイジトランスパーソナルムーブメントにおけるラジニー氏の引用の少なさを説明していると述べている。ちなみに吉福新一は実際にあった印象から 鈴木敏しは普通の人だったという感想を持った。一方で、クリシュナムルティとラジニー氏については、もう全く自分の手の及ばないレベルであったと認識している。1981年、ラジニー氏はアメリカに移り、彼を慕う人たちは、間もなくオレゴン州に巨大なコミューン、ラジニーシップーラムを建設し、一つの実験都市として多大な注目を集める。 ラジニー市プーラムは正式に市として認められ、5000人の住民を要する町としての自治体制とインフラを備えるに至った。この時期、ラジニーシは身体的に脆弱な状態にあったとも言われ、以前のように講話をすることはやめており、この巨大なコミューンの建設と運営は、ラジニーシを慕う人たちの自主的な労働と貢献によって進められたものであるが、その過程ではラジニーシの意図とは、 無関係のところで内部的な組織化や確執が生じることは避けがたかった。この時期のラジニー氏についてコミューンを訪れた作家の宮内勝則はインド時代とまるで別人で驚いたと報告している。ラジニー氏プーラムの発展とともにこれを脅威とみなす人々との圧力が生じセンセーショナルな報道も目立つようになった。特に幅広く報道されたのは ラジニーシップウラムに置かれていた多数のロールスロイスであり、精神性とは相入れない物質的な贅沢さの象徴として献念されたが、ラジニーシ自ら語るところによれば、彼は貧しさを美徳とみなすような伝統的な宗教家ではなく、これは物質大国アメリカを挑発し、注目を集めるためのアピールとして意図されたものであるという。ラジニーシップウラムでは、 その運営に携わる一派が、ラジニー氏の意図とは、無関係に内部的な権力を施行するようになり、1985年、その主導者であるシーラ、アナンド・シーララは、背任、横領、殺人未遂を犯した後に、ラジニー氏プーラムから姿を消す。ラジニー氏はこれを当局に知らせ、正式な調査を求めるが、これは、ラジニー氏の逮捕、裁判。 国外追放へとつながる。物々しい逮捕劇に加え、ラジニー氏は、その交流中に理由なく、アメリカ各地の複数の拘置所へと次々に、動かされるなど、ラジニー氏の逮捕の背景には、いわば思想犯として、ラジニー氏を罰し、あたかも凶暴な集団であるように演出して、ラジニー氏プーラムを崩壊に導くという当局側の意図があったのではないかと疑れる。 アメリカ政府との確執の結果、ラジニー氏は世界各国の政府及び規制宗教から危険人物とみなされ、テロリスト同然の扱いを受けるようになる。これはほぼ全面的に、ラジニー氏もしくは彼を慕う人々が何らかの危険な犯罪を犯したという理由ではなく、彼もしくは彼らの存在そのものが規制秩序にとって危険であるということを理由にしたいであった。 ラジニー氏はアメリカを去った後、新しい拠点を求めて、ネパール、ギリシア、ポルトガル、ウルグアイなどを訪れているが、このワールドツアーの道中では、ただその滞在が危険であるという理由から、イギリス、スイス、スウェーデンをはじめとする多くの国の政府が入国を拒み、ギリシアでは武装した警官が乱入して、強制退去を迫るという、 あたかも凶暴な集団を相手にするかのような異常な手段が取られた。1986年、インドに戻り、ムンバイにて朝晩の講話を始める。数ヶ月後、以前のプネーのアシュラムに戻る。世界中からラジニー氏を慕う人々が再びプネーを訪れるようになり、アシュラムはコミューンとしての活況を帯び、多彩な活動が展開される。ラジニー氏は講話にて、 しばしば善について語った。ラジニー氏の体は危うい状態にあり、その症状からはアメリカでの交流中に作為的に仕組まれた疑いのある放射能被爆やタリウム毒による影響の可能性が示唆された。1989年4月12日をもって講話を打ち切るが、9月からは彼を慕う人たちの前に姿を現し、瞑想を共にするようになる。 ラジニー氏は1990年1月19日に死去した。かつてのラジニー氏のコミュームは、現在ではそのあり方をかなり変え、おしょうメディテーションリゾートとして知られている。ラジニー氏は裁判連に、自らの故障として、おしょうの損傷を望んだが、これに由来するものとして、商標名、またはそれに類するものとしての、おしょう、おしょの使用は、主として、 ラジニー氏の死去した後に慣習化したものである。オシょコミューン、リゾートのマネージメントの方針として、コミューン、リゾートで提供される各種のセラピー等のアプローチには、総じて、オシょの名前が冠されるようになり、ラジニー氏の判権を管理する、オシょインターナショナルファウンデーションはこれを各国で、商標登録するに至ったが、一部の国では、その法的な有効性が問われている。 それらセラピー等のアプローチの多くは、ラジニー氏に触発されて生じた、上述のようなコミューン的な状況の中で発展を遂げたものとして、それに由来する独自性を帯びているが、それらに関された、オショの名前は、必ずしも、生前のラジニー氏による、個人的なニーを意味しない。オショの名前の商標登録は、生前のラジニー氏の周辺でのムーブメントに関わった。 ののを必ずしししもも反映したものとは見なしがたく、ラジニー氏の死後の判決の扱いをめぐっても一部から抗議の声が上がり、訴訟が生じている。米国の訴訟では、欧章インターナショナルファウンデーションによる欧章の商標登録は2009年第一審で無効と判断された。しかし、将来アメリカで認められる可能性もある。1981年5月にラジニー氏はインドから、 アメリカに移った。ラジニー氏は3月から講和を休んでおり、体の治療がアメリカ行きの目的だったが、その背後にはラジニー氏の秘書としての実務的な権限をめぐる、二人の女性の間での共謀があった。このアメリカ行きにより、実務的な権限は、マヨガラクシミという女性から、マーナンド・シーラという女性に移ることになる。 ラジニー氏はそれから1985年6月まで講和をせず、その間、ごく少数の実務的な責任者と話をするだけであった。オレゴン州でのコミューン建設は1981年の終わり頃に始まった。326キロメートルの広さの乾燥した小高い、丘陵と谷間の広がる地域にコミューンは建設された。コミューンの運営は、 シーラの責任の下で進められ、ラジニー氏はコミューンのゲストという扱いであった。後に判明したところによると、シーラはラジニー氏が言ったとの説明をもって、ラジニー氏が感知しないメッセージをコミューンのメンバーに伝えていた。コミューンは成功しているように見えた。五千人が暮らすし、シティとして認められ、自治的な仕組みを整え、小さな飛行場とバス路線を持ち、 夏のセレブレーションには2万人の訪問者を迎え入れた。1984年10月、ラジニー氏は長い沈黙を破り、自ら声明を発するようになる。1985年7月には毎日の講和を再開し、さらにはシーラの主導権を否定する形で、自ら報道陣のインタビューに答えるようになる。1985年9月、 シーラは、側近数名と共に、コミューンから姿を消し、彼女らは、コミューンの多額の資金を、スイスの口座に動かしていたことなどが判明した。その数日後、ラジニー氏は、シーラとその人味を公開の場で求断し、当局による捜査を求めた。捜査の結果、シーラとその人味は、1984年以来、ラジニー氏の担当医の暗殺未遂。 サルモネラ菌による食中毒の意図的な誘発、ラジニー氏によるバイオテロ、ラジニー氏の実質を含むコミューン内での盗聴なども犯していたことが明らかにされた。押収された盗聴テープの解析などからシーラとその一味の犯罪はラジニー氏や他の多数のサニアシンが感知していないところで犯されたことが確認されたが、この事件を契機としてラジニーシップーラムを 危険死する見方が強まった。1985年10月、シーラとその人味の犯罪とは別件として、ラジニー氏及び数名のサニアシンについて、移民法違反なの比較的に警備な罪を問う基礎上を、連邦大陪審が準備したが、これは非公開のまま却下された。しかし間もなく、周辺によるラジニーシップウラムの法囲が計画されているという情報が流れ、 ラジニー氏側の弁護団は、ラジニー氏の自主的な出頭によって、コミューンでの賛事を避けるべく交渉を進めたが、これには正式な逮捕状の発行を待つ必要があった。この交渉を無視する形で、1985年10月28日、ラジニー氏と数名のサニアシンは、一時的にラジニー氏プーラムを離れた際、ノースカロライナ州の空港で、搭乗機を武装した警官に包囲され、 逮捕状なしに逮捕された。物々しい逮捕劇と手足を鎖で繋いでの連行は、主として移民法違反を問題とする、その後の裁判の内容に見合ったものではなく、これには多分に当局側の演出的な狙いがあったと思われる。その後の十日間に、ラジニー氏はノースカロライナ州からオクラホマ州へ、そしてポートランドへと、米国各地の留置所を転々と移送された。 裁判では、主として、移民法に関わることとして、ラジニー氏は、初回のビザ申請の時点で、すでに長期的な滞在を計画していたのではないか、国外からの弟子たちが、偽装結婚によって在留権を得る子を、奨励していたのではないのかといった点が争われた。1985年11月、申し立てのあった罪状のうち一つだけでもそれをめぐる。 公弁を放棄したならば5年間の国外追放を言い渡し、裁判を短期で終わらせることにするという、検察側からの司法取引を受け、アメリカを退去した。長引く裁判によって、ラジニー氏の健康もしくは生命が脅かされることを懸念した弁護側の判断によるのである。最終的にラジニー氏は、総計21の国々によって、国外追放されるか、入国を拒否されることになる。 ラジニー氏は政府たちがあのコミューンを恐れるようになったのは、あれが世界の偉大な無政府主義者たち、クロポトキン公爵や他の者たちみんなが考えていたこと、どんな政府も必要なくなる日が来るということだったからだ。無政府主義は人がより自由になるのを、より大きな自由を持つのを助ける。最終的にはどんな政府も必要ない。そして私たちには政府はなかった。 誰もが自分で責任を持っていた。と、語った。なお、私が、ロナルド・レーガン政権下のアメリカで不当に逮捕され、毒を盛られたとき、最初の抗議は、日本の全員から出された。これは私に、日本の生きている善の真のハートはまだ名脈を、保ってい、再び鼓動し、人類の新しい夜明けの先駆けとなることを、示してくれた。 とも語った、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。